新婚の夢に沈みましょう。任務開始で止める気ですか？結局素敵なお嫁さんになる方法はわからないものです。海ちゃん元気ないね。大丈夫？忍び転身。私と一緒に体を動かそうよ。はい、はい、体が溶けてしまった。ふっふっふっ、急いでません。体が熱い。そこで許しません。
私のウェディングドレス姿もなかなかのもんだったんだよ。とてもお似合いだったんでしょうね。さて、早速花嫁修行を始めるかね。言っておくが、素敵なお嫁さんへの道は神楽への道と同じくらい厳しいからね。はい、覚悟しています。それじゃ、いっちゃもんでやろうかの。素敵なお嫁さんになるにはまず爆乳にせんとならんの。そのためにはほれ、もみもみっと。いや。さんになるためにさらに修行を積まなくてはなりません。済ませていただきます。絶対最後の体現者になるんです。